ギリシャ系のラスを着用し、ギリシャ系のカミラフカを被っている聖職者。リアサを着用し、胸掛け十字架を身につけている、定員、フィリップリアサは、聖教会、東方諸教会で用いられる、ダブダブの、ゆったりとした衣服の一種。主教、司祭、タスク祭、修道士によって、日常的な上着として用いられ、ポドリャス肉の上にまとわれる。 正方協会のキャソックに相当する。リアサはロシア語からの転写に由来する表記であり、日本製協会において公式ページなどで使用頻度の高いものであるが、他にリアサとも転写し得る。ギリシャ語では、イプシロン臭いローアルファーシグマニューと呼ばれるが、単に、ローシグマニューとも呼ばれる。ただし単に、ラーソ、ラソといった場合、アンテリを指す場合があるので注意が必要である。 英語では、本記事で扱っている、正教会の服装につき、ギリシャ語やロシア語から転写した表記のほか、アウターキャソックとも呼ぶ。ロシア系の伝統にある教会では、神学生、図教者、副タスクサイは身につけない。他方ギリシャ系の伝統にある教会では、聖歌者は、教会内でイラサを身につける。この時聖歌者は、通常、ポドリャス肉を着用せずに、 世俗の衣服の上に直接にリアサを着用する。番下のような法事例が、司祭に乾燥までは要求していない場面においてはリアサを着用すべきものとされるが、捨て針が着用される時においては司祭はリアサを着用しない。リアサには袖の先が時には色違いにされた上で返されたものがある。ギリシャ系伝統のものはロシア系伝統のものよりも、 より軽めに十分に裁断する傾向がある。期限は修道士の上着である。ありがとうございます。